ゴーゴー NBC。 おはようございます。おはようございます。ただいま年間1位ということで、はい、練習の手応えなどはどうですか？そうですね。まあまあ河口はね、難しいですけど、まあなんとかゲームメイクできるようなプランは立てられそうかなと。なるほど。まああとはまあ今日やってみてやりながらうまく対応していければなとは思ってます。はい。はい、では今日頑張ってください。はい、ありがとうございます。頑張ります。JB マスターズシリーズ第4戦第7カップただいまより開催いたします。おはようございます。グローブライド株式会社の富田と申します。マスターズシリーズ、最終戦という形になりました。今年もですね、最終戦、ダイワカップということで開催させていただくことを、改めて嬉しく思います。それでは JB マスターズシリーズ第4戦ダイワカップ初日スタートを行います。池田選手から青5番までスタートしてください。青の5番までスタートしてください。続いて10番までスタートしてください。青の10番までスタートしてください。今年河口湖で開催されるマスターズは2回目。河口湖をホームとする選手が優位に思えるが、そう簡単にいかないのがバスフィッシング。現在暫定年間1位が白鳥選手、2位南選手、3位の野村選手。3位以下の選手にも年間優勝の可能性はある。今回多くの選手たちがいるエリアは、コナミ、勝山、長浜。野村選手、11時の時点で入れ替え。郡司選手、キーパーサイズのバスをゲット。続いて大出選手、そして小田選手、小林翼選手。この笑顔はリミットメイクを達成しているのか。山下直樹選手、彼もリミットメイクを達成。え、3、5？いや、ダメですね、2匹しか釣れなかったです。マジですか？でかいですけど、はい、これじゃあでもダメですね。5匹釣れないと。富川選手2匹です。3606g です。青木選手2機です。4,086g。 今日やり方見つけて、これ以外にあと3発来たんだけど、はい、ミスっちゃうし全部取れてたら10キロ通すから。暴れるな。はい、野村選手、よしです。ありがとうございます。はい、今現在野村選手が年間3位の位置に来ているとしてますけれども、はい、年間としての戦い方はどのように考えていますか？そうですね、今回はもう年間のタイトルが目標で、昨日の時点で多分その逆転してるんですけど、ただ今日多分すごい釣れない試合になるんで、その1位の白鳥さんが41番でも多分今日釣れば20番とかこう上がっちゃうと思うんですよ。南さんもこう、僕はなかなか上に上がるのが難しい状態で、自分ができる
ことっていうと、今日もきっちり5本揃えて、まあ、少しでも13位から上げてシングルフィニッシュしてっていうのが、自分にできることだと思ってて、で昨日は正直そのネイティブのでかいやつとかプラで見つけたやつを勝負しに行ったんですけど、2時間ぐらいはやったんですけど、まあことごとくダメでなのであまり今日も期待できないかなって感じなんで、どっちかっていうともう地道に釣ってウェイトを上げていきたいなと思ってます。はい、はい、ウィナー取っちゃった。2日目のファーストエリアはコナミエリア。よっしゃよっしゃ、いい感じ結構いい、これは嬉しい、こっち来て正解だな。ダウンショットでウィードの中を打つ感じですね。昨日からほぼこれで見えたのが1本ノーシンカーで吸ったぐらいで、昨日ね朝スタートダッシュできなかったんで今日はいいですね。割れた、マジか、タンクタンク、よっしゃ、一回バレたけど、二本目一回バレたっすね。バレたけど、すっぽ抜けたから、はい、ルアー探してたっすね。よし、沈む前に釣った慌てた、すぐ投げれるようにしてかなきゃ。ちょっとスタートダッシュしてんじゃない俺今日は。昨日は失敗したけど、昨日はでかい声かけて引きずられ倒してなんか釣れなくなっちゃった。ちょっと今のはちっちゃかったですね、入れ替えたいですね。まあ貴重だと思うけど今日。白鳥選手もゲット。白鳥選手とのポイント差は14ポイント、2位の南選手とは8ポイント差。結構きついね。いないかな。ラートリーさんと椿くんと全員昨日から並んでるんですよねそんな近距離で年間争いすると思わなかった。釣れば相手が精神的ダメでしたけど逆に釣れるの見ると食らっちゃうっすね。まあでも自分が5本釣ってダメならしょうがないって感じだな。多分いないかな。朝一は成功、あと3本って考えるとちょっとだけこう心にゆとりがあるから、ちょっとこう試しとこうかなと思って、はい、結構一箇所で粘ってじゃあそこで5本釣れるかっつったら結構今日はきつい気がするんで、はい、拾って5本がやっぱいいんじゃないかな。まあでもあそこの岡っぽりさんどいたら釣れちゃうけど白鳥さん釣っちゃうな。軽く流して、うわっでけえのまたいる、めっちゃいる、2匹で2キロぐらいの2匹だ。なんだこれ、近寄りすぎたななんかね多分朝だけシャローいるんだよな多分、日中でも朝その
でかいのを狙う余裕もないじゃないですか、こっちも。多分昨日も1匹だけ朝いたんですけど、昼行ったらいなくなっちゃったな。そいつがいないかな。一緒に沈んでったけど、あ、見てる見てる見てる、クイクイクイ、めっちゃマジで。ちょっと船が近い。マジで見てる。うわ、そこにいるよ。2キロか。ちょっと一旦離れよう。あれ、どっか行っちゃった。なんだあいつ、思わせぶりだったな。あれ、どっか行った。やばい、曇ると見えない。どこ行った？あ、いる。いる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 。いる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 。気づけ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 。わあ、どこだったかな。多分その辺だな。見失った。この辺じゃないかな。あったかくなっていたし、風が強くてきついね。あ、朝のとこで正解だったんです。飽きちゃった。だがわっす。あー、のんきだな。のんきだな、これは。見えた。見えたっすね。バスだった。くそ、もう一本ついてな。本当に粘ればよかったのと、一個スピナーウェイトで当たったやつが見失ったのがいいですね。まあ、でも今の大きいですね。釣れるか釣れないか絶対順位変わるもん。笠選手5匹です。8610g。 ありがとうございます。4500g。野村選手3匹です。2120g。 どうも、2匹です。釣り方はちょっと分かってきたんですけど、あの時よりは。3980g。お願いします。ただいまより JB マスターズシリーズ第4戦ダイナカップ表彰式行ってまいります。第5位です。ブラジリアンパンチ。前回23番ミゲルサンティオ選手。第4位です。フィフティーゼッケン37番山下直樹選手。トータルポイントが226ポイントです。続いて第3位です。ゼッケン99番青木大輔選手。トータルポイント233ポイントです。
優勝と2位の選手も同ポイントです。第2位です、フィフティーゼッケン4番青木唯選手239ポイント。 JP マスターズシリーズ第4戦ダイヤカップ優勝、フィフティーゼッケン20番サッサカズマ選手239ポイント。はい、サッサ選手優勝おめでとうございます。ありがとうございます。はい、まあ、驚異的な数字が出ましたけれども、はい、なんかその試合より前に何かもう見つけてたものは何かあったのでしょうか。いや、もう特に、まあ、やることはまあ初日と一緒で、まあ、もうとにかくもう絶対大木くんもすごく釣ってくるんで、はい、もうとにかくがむしゃらに釣るしかないと思ってたんで、はい、もう本当にがむしゃらに釣ってきたっていう感じです。 はい、では優勝おめでとうございます。ありがとうございます。第5位です、ゼッケン35番椿貴人選手第4位です、フィフティゼッケン37番山下尚輝選手第3位です、ゼッケン5番塩取俊和選手その差は1ポイントでした。おー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 、第2位です、フィフティゼッケン33番野村俊和選手マスターシリーズ2023年年間優勝ゼッケン100番南上選手はい、野村選手、第4戦は11位で、年間が、惜しくも2位ということで、はい、1ポイント差でしたね。そうですね、はい、まあ、もうめちゃめちゃ悔しいと思いますけど。そうですね、今回の優勝も逃してるし、はい、全部、まあ、1回だけちょっとスピナーベイトで追ってきて、はい、バイトしたんで見つけちゃったのがあって、まあ、それですけどね、はい、でもまあ、楽しく、もうドキドキワクワク、はい、できる最終戦でした、はいはい、ありがとうございます。はいはい、南選手年間優勝おめでとうございます。ありがとうございます、はい、まあ、去年トップフィフティから自ら、マスターズに、降りてきたというものがあったので、はい、多分この1年に対する思いというのは何か特別なものがありましたか。いや、特別な思いというよりも、どっちかというと多分のびのびと、はい、なんかそのトップフィフティの時よりは試合が釣りができるかなっていうところがあったですね、はいはい、やってみてそう思いました。はい、1年振り返ってどうでしょうか。そうですね、全然気負いもなく、はい、もう伸び伸びと釣りが1戦目からできて、で、そうですね、まあ、練習はトップ50の時と変わらない感じで練習もやりましたんで、はい、まあ、そんな中でこう結果がついてくるごとに、そうですね、2戦目、3戦目ぐらいからちょっと順位が上がってくると、まあ、面白くなってきて、はいはい、これはちょっとええんちゃうなみたいなって自分で思いながらもやっていって、はい、で、まあ、最終戦も全くその緊張感とか気負いもなく、のびのびとこの試合ができたっていうのが、はい、まあ、一番この結果につながったんじゃないかなって思います。はい、はい、では、年間優勝おめでとうございます。ありがとうございます。ゴーゴー NBC